エクスクルーシブ昭和テレビ史禁断の書タレント帝国編ツイストナンバーワンということででございましてね、エクスクルーシブ昭和テレビ史いろいろと芸能プロ関係をねやってまいりましたけれども、それも一応今回の前後編で最終回かなと。前回から引き続きですね、昭和芸能禁断の書竹中朗さん著、竹中朗さんが書いたタレント帝国という本から描かれたその渡辺プロダクションね、静止では描かれなかった渡辺プロダクションについてやってまいりたいと思いますけどもね、その後編でございます。さあ前回の最後ね、水原弘さんが独立するという話で終わりましたね。昭和36年3月でございます。水原弘さんが独立して水原芸能という自分の会社を作るというふうに宣言したわけでございます。この時水原弘さんがね、所属がどこだったかっていうのがなかなか難しいんですよ。渡辺プロのその精子ですね、渡辺プロの写真の巻末にですね、付録として所属タレントがあるんですけどね、所属タレント年度ごとに所属タレントの一覧表みたいなのあるんですけど、それを見ると水原弘さんは昭和34年そして36年からね、渡辺プロの所属となってます。不思議なことにね、35年が空白なんですよ。34年そして36年37年38年っていう具合に、まあ渡辺プロ所属ってなってるんですね。昭和35年はどこに所属していたのかね、そこが謎なんですよね。それ以前はどうもマナセプロにいたらしいんです。ね、渡辺美沙さんの実家でございますね。実家のお父さんお母さんがやっているマナセプロが、そこに水原弘さんが所属していたらしいんですが、昭和34年にですね、まあ、渡辺プロの付録を見る限りではね、渡辺プロの方の記述を見る限りでは、水原弘さんは渡辺プロに所属になったらしいですが、なぜか昭和35年は空白になってるというね、何だったんだろうと。まあそれがこれなのかなっていう、水原弘さんが独立するって言ったことなのかなっていうふうに思いますね。でこのタレント帝国の中の記述を見ると、この時水原弘さんが、芸能水原芸能を立ち上げて独立すると言った時、マナセプロ所属だったって言うんですよ。だからよくわかんないんですよね。そんな昭和34年渡辺プロね、それ以前はマナセプロ で昭和34年だけ渡辺プロで、で昭和35年またマナセプロで、で36年からまた渡辺プロって、そんなことあんのかなって思うんですけど、ちょっとそこら辺がね、細かいところがどうも検証のしようがないんです。ただ鍋プロさんが静止でね、付録に書いてあるの、あれは多分なんか書類かなんか残ってて、それを元にやったんでしょうから、渡辺プロ側の認識として昭和34年それから36年から所属っていうのはまあそうなんでしょう。だから35年に水原弘さんはマナセプロにいたのかもしれないですね。で昭和36年の春になってマナセプロを出ていきますよとね、で独立して自分の会社を立ち上げますっていうふうに宣言したんですね。なんで、まあ、それ以前は多分マナセプロにいたんですよね。なんで昭和34年に渡辺プロ所属になっているかはわかんないけれども、で、それでまあ多分何かあってね、新さんと、渡辺新さん、美沙さんと、それからマナセプロの正雄さん、花子さんとね、話し合って、やっぱりマナセプロに戻すってことになったのかどうか、そこはちょっとよくわからないです。わからないですが、とにかくこの水原弘さんが独立宣言した時にはマナセプロ所属だったということですね、タレント帝国によれば。で水原弘さんは独立すると言ったわけですよ。だけれどもね、だけれどもそのしばらくの間渡辺プロにプロモーションを頼むっていうふうなことでやっていたわけですよね。やっていたらしいですね。ところがそれがいつの間にやら渡辺プロの所属になっていたっていうんで、マナセプロの社長であります、マナセ正雄さん、要するに渡辺美沙さんのお父さんですね、が怒ったっていうんですよね。つまりタレント帝国、竹中朗さんのタレント帝国によれば、第二次アンチ鍋プロの動きは、
マナセプロだったって言うんですよ。この水原弘独立に関してね、もともとマナセプロで育てたような水原弘さんをいつの間にか籠絡して渡辺プロに入れてということらしいんですよね。タレント帝国の記述によればですよ。で、そのマナセマサオさんがね、あの泥棒猫めと渡辺慎さんのことを言っていたというふうに書いてあるんですよ。その泥棒猫って言葉は自分の娘であるね、ミサさんを反対にもかかわらずね、自分が反対してにもかかわらず持っていったってことも含まれてるかもしれないし、まあ直接的にはこの水原弘さんのことだっていうんですね。だから少なくともマサオさんの方はね、マナセマサオさんの方は渡辺プロに対してあまりいい感情を持っていなかったらしいです。それはもともとミサさんっていう自分の娘がね、まあ、シンさんと結婚することに反対していたっていうところから始まっていて、で、この水原弘さんの、水原弘さんを持っていかれたってこともあるし、それ以前に、これ渡辺プロ編でも出てきたし、それからサンミュージック編でも出てきましたけどもね、山下慶二郎さんというタレントがやっぱりマナセプロにいたわけですよ。ところがそのマナセプロの山下慶二郎さんも、日劇、ウエスタンカーニバルの時に渡辺プロに移籍してしまうんですよね。あの山下慶二郎さんがマナセプロから渡辺プロにね移籍した経緯っていうのがあれも謎なんですよね。あれもよくわからない。渡辺プロの生死、渡辺プロの写真から見るとミサさんが妹のね、信子さんだったかな、信子さんから紹介されてこの子を売り出してあげてくれないかしらっていうふうに頼まれたとね、マナセ信子さんから頼まれたっていうふうに渡辺プロの写真が書いたんです。ところがサンミュージックの相沢さんの本を読めばですよ、もともと山下慶二郎さんは相沢さんが目をつけて、そして相沢さんのプロデュースでね、ズボンに切れ目入れたりして苦労して売り出して、そして人気が出たところでいつの間にか渡辺プロに手をつけられて、で独立してしまったと、渡辺プロに行ってしまったというふうに書いてあるわけですよ。でその件について信子さんに連絡したらどうも要領を得ないというふうに書いてあるね。だから信子さんとミサさんとが結構つながっていて、でなんか信子さんが使いづらいタレントとかをミサさんに回していたのかどうかよくわかんないですけども、どうもマナセプロのご両親信夫さんと花子さんとまた別系統でミサさんと妹さんたちがなんかこうやり取りしていたのかなっていうね、ちょっと外部からはなかなか判断が難しいね。渡辺プロとねマナセプロの関係ってね本当に難しいんですよ。一応同族会社とか親族会社とかね、縁戚関係にある会社同士だから、まあ協調路線で行くことが多いんですよね。よく協調路線を取るんだけど、当たり前のようにね。でテレビでもねよくその両者のタレント同士で共演してました。でもお父さんである正雄さんは渡辺プロなんかあんま好きじゃなく、特に新さんがあんまり好きじゃなかったっていう感じなので、時々アンチ鍋プロ的な動きもしたりするんですよね。でこの水原弘さん独立の時には、そしての渡辺プロに行った時には、そのマナセプロのね動きがね、アンチ鍋プロ的な動きが出たというところで、そのタレント帝国では第二次アンチ鍋プロの動きとしてマナセプロの動きを書いてあるんですね。ただまあなんといってもね、まあ親族関係の会社ですから、そんなに深刻な戦争みたいな風にはなってないですね。なんて言ったって渡辺慎さんはマナセプロの役員でもありますしね。だけれどもまあ正雄さんとしてみればちょっとこれは許せないことだった。水原弘さんの独立、そして渡辺プロへの移籍っていうのはね、しかもレコード大賞を取ってこれから稼いでもらおうっていう時ですからね。まあそれが第2次アンチ鍋プロの動き、マナセプロね。第1次が銀座足部ね。そして第3次アンチ鍋プロの動き、これも出てきました。それが昭和37年5月あの藤木隆さんね、ツイストで一世を風靡した藤木隆さんが渡辺プロから独立するということになったわけですね。この藤木隆さんの騒動っていうのは当時芸能界で相当騒がれましたから、ご記憶の方多いと思うんですけども、なんかうやむやっていうかね、どうなったんだっていう感じの印象を持たれてる方が多いんじゃないかなと思うんですよね。
実際ね、後からいろんな資料を見てもね、なんだこれってしか思わないんですよ。どうもよくわからない。だ藤木さんとしてみればですよ、ツイスト、自分がやりたくない、別にやりたくないツイストというね、わけのわかんない音楽、ね、をやらされてですよ、無理やり。それで寝る間もないほど働かされて、で、手にするお金たったこんだけかいってのが多分あったと思うんですよ。藤木さんといえばね、歌もうまいし、音楽に対してもね、相当高い志を持っていたようですから、その、ね、渡辺プロからツイストやってくれと言われた時には、多分ね、なんだろうっていう感じだったと思うんですよね。で、本人も、まあ、完全に納得しない形でツイストを始めたらばですね、それがバカみたいに大当たりして、寝る間もないほど働かされることになったと。そして、それはそれでまあ仕方ないとして、帰ってくるお金が微々たるもので、生活するのもままならないっていうぐらいだったんで、もういい加減嫌になっちゃったんでしょうね。で、あっちこっちに愚痴を言ったりですね、で、結局はもうやめるっていうことになっちゃったわけですよ。もう僕はね、もうちょっと向かないから、田舎に帰りますみたいなことを渡辺美沙さんに言ったらしいんですよね。で、そういうふうに言われたらばね、もう美沙さんとしても止める手立てはないと思って、まあ引退するんだなと思ってたらば、人参クラブというね、ところに、あれ俳優さんたちのね、プロダクションですけどもね、その人参クラブというところ、ここに名前あります、若槻茂さんという方が代表だったんですけども、人参クラブに所属するっていう話が出たんで、何それっていうふうになったわけですよ。渡辺プロとしては、美沙さんとしてはね、藤木の裏切りだっていうことになったわけですよね。それで、いろいろとなったわけですよ。で、タレント帝国を見るとね、その、まあ、当時藤木さんが、発狂説みたいな、うん、そういう、なんだろう、まあ、ほとんど抽象に近いような記事の書かれ方をしたのも、多分渡辺プロの手が回っていたんじゃないか、みたいな書き方をしておりますけれどもね。まあ、直接的に手回さなくても、渡辺プロと近い記者が、まあ、忖度してみたいなね、感じで、とにかく、まあ、鍋プロの力があって、藤木は潰されたんだ、みたいな話が、まあ、タレント帝国には書いてあるんです。ね。まあ、おそらく当時の、ね、この騒動をご記憶の方も、なんとなくそういう印象は持ってたと思いますよ。藤木さんが鍋プロから独立したと、まあ、あの、人参クラブに行ったというところで、露出が少なくなったのはね、テレビにあんまり出なくなったのは、多分渡辺プロの力なんだろうっていうふうに。多分そういうふうにね、思われた方、当時子供の方でもね、思われた方いるんじゃないかな。ね。さあ、そうして、金銭的なね、主に金銭的、まあ金銭だけじゃなくて忙しいってこともあったんでしょうけど、そういう不満で鍋プロを抜けた藤木隆さん、彼をバックアップする動きもあったんです。これが第3次アンチ鍋プロなんですね。それがこのハイノーズという集団なんです。ハイノーズというのはどういう集団かというと、本格的なミュージカルを志向する集団だったんです。ね。しかし、それは表向きの話で、実際は、アンチ鍋プロ、そしてアンチ東宝、ね、鍋プロとか東宝、この二つ繋がってますからね。この二つに対するアンチとして結成された集団がハイノーズだというふうに、そのタレント帝国には書いてあります。それもそのはず、顔ぶれ見てください。これがそのハイノーズの顔ぶれでございます。井原高忠。ね、日本テレビの名物プロデューサーでございます。後に、あの、渡辺プロと月曜戦争を繰り広げる張本人でございますね。井原さんがいた。ね、この井原さんと、次の大橋巨泉さん。このお二人が、まあ、大体中心になって、やった動きらしいです。ハイノーズ。ね。巨泉さんはもう井原さんと通過ですから、三つ子の窓でずっと一緒に仕事してるわけですからね。で、渡辺正文さん。ね。この方、ギョロ鍋さん。あの、ホリプロ編でもちょっと名前出てきましたね。ホリプロ編で出てきた。なぜ出てきたか。堀武雄さんと一緒に仕事をした、ホリプロと一緒に仕事をしたっていうのは、つまり、やっぱりギョロ鍋さんも、アンチ鍋プロの系統なんですよ。この方 TBS ですけどね。TBS だけども、アンチ鍋プロ的。井原さんとギョロ鍋さんに共通しているのは、要するに渡辺プロの、
タレントがやっているその芸事っていうのは本格的じゃないっていうことなんですよ。井原さんもギョロ鍋さんも本格的な音楽とか本格的なダンスをテレビに根付かせようとした人ですからね。まあ、三つ子の窓とか、井原さんはその後あなたとよしえとか、それから夜をあなたにだっけな、そういう、まあ、テレビとしては今では絶対に考えられないような、ね、歌とか踊りをしっかり見せる、そういう番組を作ってた人です。井原高忠さんね。この渡辺正文さんは、TBS のあのサウンドイン S っていう音楽番組、あれがまあ、一番わかりやすいですかね。あれも非常に高尚な番組だったでしょ。ね。あと、まあ、東京音楽祭とかいうのも、この渡辺さんの、ギョロ鍋さんの仕事ですからね。だからもう、本格的な音楽、本格的な、ダンス、そういうものを志向する二人だったんで、その二人からすると、渡辺プロがやってることっていうのは、とにかく商売優先でね、もう、粗製乱造だと。ね。ろくにリハーサルもしないで、神風タレントがね、次から次と現場に現れて、それで取っ手付けのね、踊りとか歌をやると、それじゃいつまでたっても日本の芸能界は進歩しないっていう、そういう考えだったと思うんです、そのお二人ね。か牧小太郎さん、この方はマイク牧さんのお父さんでございますね。まあ非常に有名な舞台とか衣装の担当の方でございます。日劇でやっていた方でね、もともと日劇でやっていた方なんですけども、まあ、ここではアンチ東方的な動きになってしまうというね。やっぱりその鍋プロの、なんつうんだろう、お手軽な歌とかダンスに、ちょっとあんまりいい気持ちを持ってなかったんでしょうね。もともと日劇の方ですからね。それから、木野徹さん、三木あゆろうさん、このお二人は、まあ、テレビ史に残る脚本家の方です。放送作家の方ですね。巨泉さんと同様、三つ子の窓に名を連ねていた。そういう脚本家の方でございますから、まあ、井原さんの人脈ということで考えていいでしょう。か前田紀夫さん、美穂慶太郎さん、このお二人も非常に有名なジャズ音楽家の方でございますね。特に前田紀夫さんはね、後に渡辺正文さんとサウンドインエスやりますからね、そういうつながりもあるんでしょう。ジャズ、渡辺プロってもともとね、渡辺慎さんもともとジャズマンですけども、まあ、このお二人とはあんまり反りが良くなかったのかなんかわかんないけども、まあ、このお二人もこの名前、ここに名前が連なっていると。ね。吉田文子さん。この方は舞台プロデューサーの方です。舞台のプロデューサー。女性でありながら舞台のプロデュースをするというその先駆けの方でございますね。内村直哉さん。これは有名なその劇作家の方でございますね。テレビの初期、いろいろドラマを書いてました。日本テレビ初のドラマだったっけな。日本テレビ初のドラマの脚本を書いたのもこの方っていう風になってますね。内村直哉さん。そして若槻茂さん。この方は人参クラブ主催ですからね。藤木隆さんが身を寄せることとなった人参クラブの主催でございます。人参クラブっていうのはどういうプロダクションかっていうと、まあ、当時の俳優さんたちがね、まあ、自分たちで新しくこう、それまで、会社とかプロダクションにね、あの映画会社とかプロダクションに収奪されていたものを、まあ、正当に手にしようっていう、そういうつもりだったんじゃないかなっていう思いますけどもね。だから、人参クラブは、10% の取り分だったっていうんですよ。出演者からね。その所属のタレントから。で、この 10% っていうのは、当時のですよ。当時の法律の上限だったらしいんです。ね、人を紹介する事業においてですね。その人から上がりを取るのに 10% っていうのが法律で上限になっていたらしくて、でそれをきちんと守っていたのが人参クラブだということなんですね。そのタレント帝国によればですよ。だからまあ藤木さんが身を寄せたんでしょう、おそらくね。でその若槻茂さん、そしてまあ実際に中心となっていたのは井原さんと巨泉さんらしいんですが、一応このメンバーの頭となったのがスワンプロモーションというところの樋口久人さんかな、ちょっと分かんないですけど、樋口久人さんだと思いますけどもね。この方ね、スワンプロモーションの樋口さん、まあプロモーション会社でございますから、この方プロモーターです。影の世界では非常に有名なプロモーターですね。日本のガイタレの先駆けとなりましたロスパンチョス
さんを日本に招聘したのも樋口さんでございますね。あとブラザーズ4だっけな、まあそういう感じの方々を呼んでいる、当時もバリバリのね、プロモーターでございます。予備屋さんですね。日本の予備屋さんで、まあ3本の指に入るぐらいの、3本の指って言わないか、まあ、ベスト3に入るぐらいの、そういう予備屋さん、当時ね、だった人です。この方がまあ顔となってですね、で資金繰りもこの方がやるっていうことになったんです。このハイノーズね、日本初の本格的なミュージカル集団として、動き出したこのハイノーズ、スワンプロモーションの樋口さんが資金繰りもやるっていうことになって、で顔、その顔の顔になったんですよね。社長だったかなんだったか、そういう顔になったんですが、がなんと昭和38年4月にですね、その樋口さんが闇ドル事件に巻き込まれてですね、でスワンプロモーションは破産したっつうんですよ。こんなすごいタイミングあるかなっていうね。闇ドルってのは何かっつうと、要するにですね、この頃ドルってものすごく貴重で、一応表向きは1ドル360円っていう風になってましたけれどもね、このスワンプロモーションの樋口さん、外タレ招聘、外国タレントを日本に呼んでくるのが仕事ですから、ドルが用意できなければね、相手にお金払えないわけですよ。だからドルが非常に必要な人なんですね。ところがあまりにもこの当時ドルが貴重ですからね、ほとんど日本国内になかったりして、ドルを手に入れようと思ったら多分ね、正規の値段の360円じゃ手に入らなかったんでしょう、おそらくね。だからそれに上乗せして、まあ持ってる人から借りたか買ったかしたんじゃないですか、おそらくね。この事件調べたんだけども、当時の新聞に報道されてない感じなんですよね、なぜかね。だもので、まあちょっと詳細はよくわかんないんだけども、おそらくまあ闇ドル事件っていうんだからそういうことだと思うんです。で、そういうのっていうのはほら、当然ね、外為法かなんかで捕まるわけですよ。で、破産してしまうという感じで、こんな偶然のタイミングあるかって思うわけですが、当然当時のね、関係者たちも、これは渡辺プロがチクったんだというふうな噂が流れたわけです。ね。渡辺プロ、もしくは鍋プロと関係がいいどこかが、まあ、チクリを入れたんだろうというふうに理解されてます。理解されてるみたいです。この関係者の間ではね。で、藤木さんは宙ぶらりになっちゃったんだけども、これがまた不思議なことにね、昭和38年、同じ昭和38年の秋ですね、9月。菊田和夫さん、東宝ですね、東宝の菊田和夫さんがマイフェアレディを始めたんですよ。あの有名なアメリカのね、ブロードウェイミュージカルから映画になったマイフェアレディ、ね、これにフレディ役で抜擢されたんです、藤木さんが。なんとここでアンチ鍋プロ、アンチ東宝と言われてる動きをした藤木さんが、見事その東宝のね、菊田さんのマイフェアレディに抜擢されるっていう、ここ何かあったのかなっていう、まあ多分何かしらの和解なり何かがあったんでしょうね、おそらく。だからまあ藤木さん放逐されたけれども、まあまあ実力のある人だしね、そういう形は良くないと、それで世間も騒いでるということでね、ちょっとまあ修復しないと、関係修復した方がいいっていうことになったんじゃないかなと思うんですよ。だからこの辺はね、もう想像でしかないんですけど、藤木さんもあんまりそういう突っ込んだ話はしないし、もちろん歴代の皆さんもね、そんな話は残していないので、想像でしかないですけど、まあおそらくそういう動きだったんだろうという、まあ和解みたいな感じじゃないかなと思うんですよね、表向きの。とにかくこのハイノーズという集団が瓦解した時点で、渡辺プロの圧勝なわけですから、ね。渡辺プロ完全勝利だったんです、この第3次アンチナペプロ動きは。ね。で、井原さんも、その、コメントを求められてね、いやいや、あれはね、アンチ鍋プロとかアンチ東宝っていうもんじゃないよと、私はあくまでも日本にミュージカルを根付かせたかったんだと。まあ確かにそうでしょ、井原さんはずっとその動きでね、ずっと一徹してますから。だから井原さんは本当にそういう考えだったんだと思います。加えて藤木さんに対しての思い入れもあったようですね。つまり藤木さんが鍋プロを追い出されたと。ね。で、井原さんとすれば、井原さんの著書を見ますとね、僕は放逐された人間が好きなんですよ、みたいなこと書いてあるんですよ。ね。追い出された人間が好きなんですと。
それはやっぱりただ追い出されたっていうだけじゃなくて、やっぱり実力があって追い出された人が好きなんだってことだと思うんですけどもね。これも嘘じゃないと思います。というのはこれの後、もっと後、ずっと後になりますけども、朝日放送、大阪の朝日放送を追い出されたっていうかな、うん、ちょっと ところ払いされたような、あの沢田隆治さんっていう有名なねプロデューサーいらっしゃいます。テナモン屋さんとかさとかで有名だ、非常に実力のあったあのプロデューサーの方、朝日放送、朝日放送、ご自分の所属の朝日放送では煙たがられちゃったんですよ。とにかくヒット作ばっかり作ると。で、周りはね、周りに比べて沢田ばっかり当たるっていうんで、冷や飯食わされたっていうんですよね。で、そこに救いの手を差し伸べたのが、井原さんだったんですよ。沢田さんが、まあ、冷や飯食わされて東京に来てるというところで、それに救いの手を差し伸べたのが井原さんで、で、日本テレビ関係の仕事も沢田さんはするようになる。まあ、そんな感じで、井原さんっていうのは、まあ、放逐されてしまうような、実力があるのに放逐されてしまうような変わり者をかばうというところがあったんでしょうね、おそらくね。そういう人だったんですよ。それで藤木さんもかばった。で、ハイノーズっていう藤木さんを迎え入れる集団を作ろうとしたら、まんまと潰された。まあ、偶然か、それとも渡辺プロの意識がどこかに働いていたのか、それはまあ、わからないとしても、とにかくハイノーズは潰れてしまった。ね。で、潰れてしまった以上ね、あれはアンチ鍋プロではないし、別にアンチ東方とかそういうつもりではやってませんでしたっていうふうにコメントなさっています。ね。まあ、そうかもしれない。でも、少なくともこの時点で、ほぞを噛んだというかな、ちょっとじくじたる思いは芽生えたと思うんですよ。で、それがね、数年後の、あの、スター誕生を、という番組をね、作り出す、そのエネルギーに、その原点になったのが、この藤木隆さんの件じゃないかなと、私は睨んでいるんですけれどもね。まあ、その辺はね、この後、この次にやります、自治会かな、自治会あたりから始めます、日本テレビ対渡辺プロの戦争、その解説でね、もっともっと浮き彫りにしていきたいと思いますけれども。